お疲れ様です。全ての現実は空想から始まるもしくは妄想から始まるそんなことだと思うんですよね <laughs> 昔ねジュール・ベネルヌがあの、まあ、月旅行素晴らしい月世界旅行みたいな作品を出したと思うんですよでそれはねあのこう野原にレールを引いてそれを山にまでこう伸ばしていってそこに、まあ、いわゆる今の、ね、形で言ったらロケット ね、弾丸の巨大なやつを打ち出していってその速度でレールを伝ってで山の峰をねこうやって上昇していってボーンと吹っ飛ばしてそれが月にドーンとぶち当たる突き刺さるみたいな感じで月に突き刺さったらその振動で分かるからその銃弾みたいな弾丸みたいなところからこうパカッと開けて這い出してきた人が月に来たぞって喜ぶ話なんですよね。<laughs> 何ともね物理学の法則を無視したりとかあの酸素とかね宇宙空間の抵抗とかを考えない作品でありますけどもそんな想像妄想からですね本当に月っていうのは地面があっていけるかもしれないなと地球と月の間には、まあ、何もない空間だからもしかしたら素晴らしい推進力でいけるかもしれないその時には月と地球の自転・公転の差があるから一番近くに来た時に飛ばせばいいんじゃないかなとで。今度は 一番遠くに行た時は不利なななんじゃないかなそれで逆算して計算式はこうこうっていうふうにやっていってあとは真空でも耐えられるような走行をつけたりとかねその走行を持ち上げるための火薬はどのぐらいの量なのかなとか地球の時点は計算に入れたらどういうふうになるのかなとかねそういうのをいろいろやっていって、えー、ついに月に人間が行く時代が来たっていうのがねやっ500年ぐらいかかったと思いますけども。でもねいきなり ジュール・ヴェルの月世界旅行みたいな作品がなくって月とか地球っていう概念をほとんど持たない人に「はいロケットだぜイエーイ!」って与えてもこれは何なんですかっていうところからスタートしていやこれはあの月に行くための <laughs> 乗り物なんですって言っても月に行くってどういうことですか月ってそもそも何ですかとかねしかも地面に足をつけてないのになんであそこまで行けるんですか空を飛ぶってどういうことですかみたいな。 落ちてくるじゃなないいですかみたいなねで全然話が噛み合わなかったりするんでせっかく例えば1,000年前にロケットみたいなのがあったりスペースシャトルみたいなのがあってもね全く理解できないし全くどうしようもないと思うんですよでも最初に想像が来ると少しずつ未来の現実に詰め将棋のように詰め寄っていくわけですからブレイクポイントが来るのかなっていうところじゃないかなと思うんですよで今度は逆にですね今から300年後にじゃあロケットを発明しましたって言っても まあ大変だったねとでもまあロケットはもう今までは何百回も飛ばしてるからみたいな感じであんまり脚光浴びないみたいなこともあるのかなとだからテクノロジーっていうのは人間が受け入れられるそのタイミングで出していかないといけないかなっていうのと少なくとも前振りの情報は小出しにしていかないと叩き台すらできなくって、えー、ロスっちゃうってことになりますんで NFT っていうのも結局ね AI アートに えと著作権を与えるための権利書の発行とかブロックチェーンの技術によってどうこうみたいなね今ですらビットコインだって暗号通貨だってそんなに知られてないし利用されてないわけですよ。でそこに NFT って概念をぶち込んだところでどうなるか分かんないよねっていうところもあるしでも世の中の著作権問題で悩むアーティストさんが NFT を使ってそれを理解して理解した上で自分の作品には NFT が付いてる NFT はこういうもんだよっていうふうにこう小出しにして発信することによってね あ、あじゃあブロックチェーンってのはこういうことなんだ。だから暗号通貨ってのは通用するんだ。じゃあ暗号通貨をちょっと実際に組み合わせて NFT の作品を売買した方がいいよねっていう感じでもしかしたら相乗効果が起きるかもしれないなと。だから時代が受け入れるってすごく大事だなと思うわけなんですよね。時代が受け入れる。いってらっしゃい。